エリーザベト・フォン・アンハルトは、ドイツのブランデンブルク選帝公、ヨハン・ゲオルクの三番目の妻。アンハルト公、ヨアヒム・エルンストと、その最初の妻アグネス・フォン・バルビトの間の、第三子、三女として生まれた。1577年10月6日に、ガルデ・レーゲン郊外のレッツリンゲン、狩猟養状館において、ヨハン・ゲオルク選帝公と結婚した。エリーザベトは、 当時14歳の少女だったのに対し、ヨハンゲオルクは52歳の初老であり、夫婦には38歳の年齢差があった。夫の長子ヨアヒムフリードリヒですら、エリーザベトより16歳年上であった。結婚式は、大して盛大に祝われることもなかったが、エリーザベトは、朝の贈り物として、年金400グルデンを保証された。エリーザベトは1万5000ターラーの持参金付きで、 腰入れし、根子として、クロッセンの城と、市街、ツユーリハウ及びボーベルスベルクの市街と農地など、相当に裕福な資産を与えられた。エリーザベトは、夫のセンサイザビーナと、同じくキューテージー、レオンハルト・トゥルナイサーの研究活動の支援者となった。エリーザベトは度重なる妊娠と出産を繰り返し、1598年に、 夫と死別する頃にはすでに健康を損なっていた。家父になると年少の子供たちを連れてクロス戦場に引退し、9年後に44歳で亡くなってベルリン大聖堂に葬られた。夫との間に7男4乗を設けた。ありがとうございます。